痛い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 、かなり強い波動を感じますね。燃焼これね、オーバーラップ現象って言ってね、私のボディに、フューチャーするんですよ、遠くからね。あ、これパワー持ってる人は結構ね分かるんだけど、もう波動が伝わっちゃうね、オーバーラップ現象っていう。大体 100m 圏内からこうね呼びかけてくることが多いんですよ。呼びかけて助けてって、助けてって。で、大体ね男の波動と女の波動って違うんですよね。女性の方が結構ね波動は伝わりやすいんですよ。念、思念が強いんで。おいでおいでって、ほら子供だね、子供。おいで、ほらこっち、おいでダメ、なかなかね来ない子だ、この子ね。いや子供はね結構ね早い段階、聞いてます話、結構大事な話してるんですけどね、子供はねあのちっちゃい頃に亡くなるとやっぱりね、まだね遊び足りないから このね残っちゃう、結構残っちゃう。だからなかなか成仏できない子が多いんだよ。大人より子供の方がね早めに死んじゃうと、似てんじゃねえぞこの野郎、おいね、だから今ね、おじさんが見てたから窓開けてね本当に、多分さ、京子ちゃんね、私京子ちゃんって言うんだけど、皆さんね自己紹介、藤沢奈々さんのお友達のね、心霊ハンターのペッサリ京子ちゃんって名前なんですけどね、はい、で今日は藤沢奈々さんのツイートキャスティングをお借りして、あれ、ね、そう、皆様にこれを お届けしてるんでね、今日は特別編ということで、京子ちゃんって皆さん呼んでね、奈々ちゃんはちょっとお家でね煮物かなんか作ってんで、あった。よそ見して奪う笑顔は一人じゃないということでね、怖い、せーの、わー、怖い、
ちょっと惜しかったでしょ。もんじりもんじり美味しいわ。やっぱ川崎市の水はまあまあここに置いてもう行っちゃうもん。さよなら。わかった。こうやって筑前煮って何、こうやってね、わがままばっか言うとそういうね試練を与えるから。もんじょり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 マンドリ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 マンドだからよくね何言ってるかわかんない声で聞こえるしよ。あの発声の仕方を忘れちゃうんですよ。あ、これを置いて帰るよ。さよなら。さよなら。あーマジでこれからやりたいことあったのに今なマジ最悪なんだけど邪魔されんの。タクシー乗ったらつまんないってあんたの方がタクシー乗ってんじゃないの。よく言うわ、チャリンコ乗ってる方がうるせえよ音がビュー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 してボロチャリンコ。家知ってるよ。だから一回ヨギママがうちに泊まった時にお家に来たのよ。お家ね、それで大喧嘩になってガチギレしたの。私マジでぶっ飛ばそうとしたの。そしたらヨギちゃんが「奈々ちゃんやめなさい」っつってね止めてくれて、夜中で、しかも夜中2時とか。それで警察呼んだのよ。マジうざいから襲撃されて、なんかさ、嫌だって言って無理やり来ようとする、そこは嫌いなんだよね。そこあと万引きしてるから嫌い、ね、
川崎のショッピングモール万引きしてるか着ないよ、犯罪者だから。もうね、無銭飲食もそんなか、何回無銭飲食してんのよって感じよ。うん、犯罪者とか犯罪を犯してんのかね。犯罪者と関わりたくない、マジで。いきなり行くから楽しいって絶縁って言ったでしょ、私たちは。関わりたくないの、マジで。ねえ、おい、手のひら返すんだから、私手のひら返されたんだから。嫌われてないと嫌ってるよ。お店も出入り禁止。もう終わるわ。今日ちょっと大事な予定があるし。やられたわ、マジで。うん。